こんにちは。海に行こうと思ってたけど、2現場目があるのを思い出したから、そっちに行かないとあかんわ。おー、めっちゃ少なかった荷物。っていうかもうなんか一人でやってたみたい。すごい人やったけど、ここは神戸じゃないか、明石です。明石、めっちゃ天気がいいわ。めっちゃ眠たいわ。よく寝てんけどな。よく寝てないか。3時ぐらいに寝て、7時半ぐらいに起きたか。よく寝たわ。まあまあ、 UFO 映らんかな。おらんな。まあ海なんか行こうと思えばいつでも行けるわ。現場がぶっ飛んでるからな、いつも。まあ大阪の現場も多いけど、こんな神戸の現場とかよくある。たまにある。半分旅行みたいなもんやな。それも搬入のためだけにこんな遠くまで来てんの。搬入、建築資材を入れるためだけにこんなに遠くまで来てます。変わった仕事やわ。この仕事は普通じゃないです、特殊ですって言ってた。まあ涼しいわ今日は。もう太陽は暖かいぐらい。めっちゃ汚い格好や。着替え持ってくんの忘れたから、2現場目この格好で電車乗らなあかんわ。帰りの服はあんねんけど、2現場目の格好がないから、もう着替えのめんどくさいから2現場目行って。2現場目は大阪の東成区です。こっから1時間半かかるけど行きますわ。しょうがないわ。本当は一元豆すいたやってんけど、なんか所長さんが飛ばし忘れがあったから、それを和藤くん言ってくれって言ってきた。めっちゃボサボサや。今ボサボサにしたから。さっきからか。
とりあえず明石駅行って大阪駅で難波駅でどのコーナーや。っていうかでもほんまに行かなあかんのかわからん。行っ込んでえれって言われるかもしれん。別の人が振られてるかもしれん。その辺は連絡待ちです。行かんでいいんやったら海行けばよかったやんじゃなく。疲れてない、全然。この時間にこんなに疲れてないの久しぶりや。まあこの時間に疲れたとか言ってるやつは2連番目で死んでしまうけど、いつも死んでるからな。いつも死んでる。まるで不老者や。やあこんにちは、和藤信羅です。今1連場目の搬入が、ここは神戸じゃないわ、明石か、兵庫県明石市です。そこで終わって大阪まで行く。今から大阪明石市、明石天気がいいわ。ニヤニヤです。ニヤニヤです。まだ半年なってないぐらいでダメダメやけど、大阪行くん？そうです、僕家が大阪の東大阪市やけど、そっから今一連場目に神戸まで出てきました。神戸過ぎて明石まで出てきた。んで近くに海あるからそこ寄ろうかと思ったけど、二連場目がそういえばあったから行かないと。鼻が豚みたいや。二連場目があるから行きます。でも行っても混んでええのにって言われるかもしれん。その連絡を今待ってんねんけど、待っててもしょうがないっていうか間に合わんから、行きながら連絡待つやん。そしたら海に行かれへん。結局海に行こうと思ったけどな。神戸の兵庫の仕事です。僕は荷揚げって言って、石膏ボードとか軽点とか、木材を運ぶ、現場のエレベーターに積んで上がっていったりとか、
電話に出てた。電話に出てたら誰もいなくなった。あ、一人おる。電話してた。配信が安定してないから音声聞こえず。は？動画はほぼ止まっている。じゃあ、ああ、それって電話してたからですわ。必要ないって言われたら帰るん。でも必要あるって今電話であったから。行きます。行って、先輩と交代する。交代してやる。なかなか量がありそうやけど、行きます。しょうがない。しょうがない。海に行けないのはしょうがないわ。空が見れたからいいじゃんって。空があるからいいやん。海が見えなくても。海なんかもう5年以上見てないんちゃうかな。まあ、今朝勝手に思いついただけやし、いいです。じゃあ、まあ、急いで行くんで、あ、聞こえた。ありがとうございます。よかったじゃん。力しはやりがいあるね。頑張る。ありがとうございます。やりがいあるで、めちゃくちゃやりがいありますよ。いい曲を作るためにこの仕事にしました。前は介護やっててんけど、追い出されたから、で、こっちにした。じゃあそれじゃあ明石駅から大阪に行ってきます。失礼します。ありがとう。